スコット・カズミアー、スコット・エドワード・カズミアー、スコット・エドワード・キャスミアー、1984年1月24日帯は、アメリカが州国テキサス州ヒューストン出身のプロ野球選手、投手。左投げ左だ。現在は、フリーエージェント、FA。日本語メディアでは、カズミア、キャズミアーとも表記されることもある。子の頃は、地元のヒューストンストロズのファンで、 好きな選手は、テキサス州出身のゴー腕ン・ノーランライアンとアストロズの抑え投手、ビリー・ワグナーだった。野球部では4試合連続ノーヒットノーランを達成し、最終学年時には175奪三振で、テキサス州高校シーズン記録を塗り替えた。ベースボールアメリカ市が選ぶの高校最優秀選手に選出されている。2002年の MLB ドラフト1巡目、全体15位で、 ニューヨークメッツから指名され、プロ入り。参加のマイナーリーグにおいて、カズミアーは、ホセルエースやデビットライトと並んで期待の超持ち株だった。の、スプリングトレーニングで、カズミアーの球を受けたマイク・ピアッツァは、なかなかハードなボールを投げる。とても素晴らしい才能を持っている。若いし、明るい未来が明けてくると思う。必ずメジャーに上がってくるだろう。左投手で、 速球派は数少ないし打ちにくいものだからね。これから彼が気をつけなくちゃいけないことは怪我に注意していつでもストライクが取れるコントロールを身につけることじゃないかな。あのファストボールがあれば活躍できると思うよ。と当時の印象を語っていた。また、有望株ゆえにトレード話が持ち上がると必ず相手チームから要求される存在でもあった。七月三十日。 ビクター・ザンブラーのバートロメイ・フォーチュナトゥとのトレードでホセロ・ディアスと共にタンパベイ・デビル・レーズに移籍。この時の放出理由の一つには体格や投球フォームが故障を招きやすいというものがあった。だがファンや評論家はメッツ史上最悪のトレードとされるのライアン放出に名づらえて批判を展開し、移籍後は参加の AA 級モンゴメリー・ビスケッツで三週間プレーした後、 8月23日のシアトルマリナーズ戦で20歳7ヶ月とこの年のメジャー投手全体で最年少、球団投手史上チャド5段に次いで2番目の若さでメジャーデビュー。5回を無失点に抑え、メジャー初勝利も同時に記録した。は、オールスターまでの前半戦が3勝7敗、防御率4.59に対し、後半戦は7勝2敗。 防御率2.79の好成績を記録。カズミア本人によると持ち玉をストライクゾーンに集められるようになったから安定的だという。球団新記録、メジャー新人投手最多の174奪三振、リーグ4位を記録し、奪三振数が批判打数を上回った。規定投球回以上投げた、アリーグの投手の中でこれを達成したのは、ランデ・ジョンソン、ヨハン・サンタナしかいない。 自責点が1点以下の先発試合数が14で、ヨハン・サンタナ、マーク・バーリーと共に、リーグ最多となった。その一方で100球、両リーグ最多を記録するなど荒れ玉で、防御率は3.77を記録した。は、4月3日のボルチモア・オリオールズ戦で22歳69日で、開幕投手となる。これは喉ホワイトグッデン、メッツイコール当時以来の若さだった。 7月3日のボストンレッドソックス戦で、ジョシュベケットに投げ勝ち、メジャー初完封を記録した。その後、前半戦だけで10勝を挙げ、125奪三振を記録し、オールスターに選出されたが、左腕の延症で7月30日に、故障者リスト入り、8月11日に復帰したものの、3試合に投げたところで再発し、そのままシーズンを終えた。 規定投球回数に満たなかったとはいえ、脱三振率は10.14を記録し、この年のアメリカンリーグ脱三振王予ン・サンタナの9.44を上回っていた。は、前半戦部長だったが、後半戦の防御率2.39を上回ったのは、リーグで、ファウストカーモナのみで、シーズン通して3.48を記録。 投球回数は初めて200の大台に乗り、脱三振数は239とそれぞれ球団記録を更新するとともに脱三振王のタイトルを獲得した。23歳での脱三振王獲得はアリーグ史上8番目の若さであった。脱三振率は前年を上回る10.41を記録したが、エリック・ベダードがそれを上回る10.93を記録したためリーグ2位に終わったは。 左肩痛のため開幕を故障者リスト入りで迎え、シーズン初登板は5月4日となった。5月14日にはから3年総額に850万ドルで契約延長した。4年目の2012年はオプションでこれを含めると3、950万ドルに達する。5月は5勝1敗、防御率1.22を記録し、初の月間優秀投手に選出された。 オールスターに2年ぶりに選出され、勝ち投手となった。課された、投球制限に早く達するため、27試合に先発したが、規定投球回に到達せずにシーズンを終えた。2009年、レイズは、地区3位で、ワイルドカード争いをしていた。しかし、アンドリュー・フリードマン GM は、トレードの理由は一つには絞れない。 スコットのような素晴らしい選手が去っていくのは残念なことだが、今と将来のバランスのために必要なことだと考えていると年俸総額の削減に迫られ、カズミアを8月28日にマイナー2選手と後日発表選手の計算名との交換トレードで先発投資を必要としたロサンゼルス・エンゼルスへ放出された。この年はレイズでは20試合の登板で8勝7敗。 防御率5.92だったが、エンゼルスでは6試合の登板で2勝2敗、防御率1.73を記録し、5年連続となる2桁勝利を記録したが、自身初めて脱三振率8.00を下回った。は、リーグワーストの防御率6.92、ホイップ1.64で前半戦を終え、特に7月10日のオークランドアスレチックス戦では、 球団ワーストとなる13失点を記録。その後故障者リスト入りし、復帰直後の8月7日のデトロイトタイガース戦では5回、3安打1失点の投球を見せ、後半戦は防御率4.37、ホイップ1.49を残したが、自己最悪の成績でシーズンを終えた。モスプリングトレーニングから6試合の登板で、防御率6.65。 ホイップ1.80と調子が上がらなかった。開幕後も4月3日のカンザスシティロイヤルズ戦で登板して以降参加のトリプル A 級ソルトレイクビーズで調整を続けていたが、予視休率11.74と請求に苦しみ、5試合の先発で防御率17.02、ホイップ2.74と復調することができず、6月15日に解雇された。 6月、独立、リーグアトランティックリーグに所属する、シュガーランドスキーターズと契約を結んだ。2012年12月21日に、クリーブランドインディアンスとマイナー契約を結んだ。招待選手として、スプリングトレーニングに参加し、松坂大輔らとの競争の結果メジャー昇格を勝ち取る。シーズンは、開幕から先発の5番手として、ローテーションに入り、 5月4日のミネソタツインズ戦にて2010年以来の勝利を挙げる。最後までローテーションを守り抜き、最終的には29試合に先発し、2009年以来の2桁勝利となる10勝9敗を挙げた。10月31日に FA となった。2013年12月4日にアスレチックスと2年総額2400万ドルで契約に合意した。 アスレチックスの先発ローテーションに定着し、32試合に登板して実に7年ぶりに規定投球回に到達した。自己ベストの15勝を挙げ、前年の復活が偶発のものではないことを示した。スタートダッシュを決めると好調を維持し、21登板で勝敗は5分だったものの、防御率2.38ホイップ1.09。 脱参新率8.3という好成績を残した。2015年7月23日、マイナーに選手とのトレードにより、アストロズに移籍した。25日のロイヤルズ戦で先発して7回を無失点に抑えて移籍後初勝利を挙げた。移籍後は13試合に先発登板したが、アスレチックス時代よりはやや調子を落とし、2勝6敗。 防御率4.17ホイップ1.39と負け越した。2チームトータルでは31試合の先発登板で7勝11敗、防御率3 1 0 1 8 3レイニングで59、死球155脱三振という成績だった。11月2日に FA となった。2015年12月30日に3年4800万ドルで、 ロサンゼルスドジャースと契約した。は26試合で先発登板したが、規定投球回には達しなかった。防御率4 5 6六、0勝6敗、ホイップ1.36という成績を残し、2シーズンぶりの2桁勝利や通算100勝等の記録をマークした。また、脱三振率8.8という数字は2013年以来の高水準だった。 シーズン開幕から左電部の針で故障者リストに入り、6月と9月にリハビリ登録はされたもの試合で投げることはなく、全球となった。2017年12月16日に、マット・ケンプ及び金銭でのトレードで、ブランドン・マッカーシー、チャーリー・カルバーソン、エイドリアン・ゴンザレス及び金銭と共にアトランタ・ブレーブスへ移籍した。3月24日に自由契約となった。 スリークォーターから常時90から93メートル PH、約145時速150キロメートルの速球、フォーシーム、ツーシームに、80メートル PH 前半のスライダーや80メートル PH 前後のチェンジアップなどを織り混ぜ、多くの三振を奪い、打者を翻弄する。他には、稀にカーブも投げ、2013年からは、カッターも投げる。レーズ時代は、 自己最速98メートル pH、約時速157.7キロメートルを記録した。以前は、フォーシーム主体だったが、現在では、ツーシームが全投球の中でも割合を増やす。打者の手元でよく伸び、ストライクゾーン高めに投げる傾向があり、カズミアーの脱三振率の低下は、このツーシームによる、技巧派に近いスタイルとなった。しかし、投球に苦しみ始めると、 このボールだけに頼る傾向が強く見られ、さらには2009年頃から球速が低下し始め、エンゼル水石後は5メートル pH、約時速8キロメートルほど球速が落ちてしまった。チェンジアップは親指と人差し指で輪を作る、いわゆるサークルチェンジで、その握りから OK ボールとも呼ばれる。速球と同じ腕の振りの速さから投げる。以前は人差し指。 中指、薬指をボールから浮かせたパームボールを投げていた。2004年のメッツ在籍時の春季キャンプの際、同じ左投手のジョン・フランコやマイク・スタントンらから握り方・溶げ方を伝授され、現在に至っている。全投球の約16%がチェンジアップで割合はスライダーとほど同じ。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。